現代社会において私たちの生き方や人と人とのつながりなど目に見えない分野にまで広がるデザイン。しかし日本にはそれらを収蔵し展示するデザインミュージアムがありません。デザインミュージアムはなぜ必要なのか、どのような役割を果たすのか、放送大学の伏見清香教授が3人の専門家と考えます。今作っておかないと失われてしまうものがあまりにも大きすぎる。私たちが過去を振り返る機会がなくなってしまうという、やっぱりリアルな本物、収集して展示することがいいんじゃないかなと思うんですね。プロセスを学ぶっていうことが絶対にデザインミュージアムだったらできるはずで、そこで学んだ例えばデザイナーとか学生とかはきっと未来の豊かさっていうのを生み出せるはずだ。放送はご覧の日時です。